使うなんてもったいない。あ、でもいい情報を教えると緊張してる人を見るのてか、私に緊張してますみたいな感じでちょっとなんか震えてる感じを見るとまあキュンとはしますね。どうもっと緊張させてやろうかなっていうか、どうもっとなんか緊張してなんかね、なんか可愛くてちょっといじめちゃうみたいなとかありますけどね。おかちゃん、ちょっとメッセージがなかったんで感謝の気持ち書きました。はい、おかちゃんありがとう。はい、次。いやだからといってなんか冗談で、なんか冗談っていうかわざとなんかおっちゃんみたいな感じで来られても困る素で緊張してもらえればね嬉しいですね。はい、勝丸って書いてあるんですけど、これ大好きって書いてあるんですけど、つなげて言うと私が大好きみたいになるんでちょっとっていう意地悪をしているはい、ちょっと言わないっすね。うん、勝丸なおちゃんに会いたきって来てます。会おうね。ピー勝丸ありがとう嘘です、大好き勝丸ありがとう、ちゃんと言いますよ。はい、そこはね気持ちを込めてやっぱこのサイン会臨んできてくれますから、もうそれがあなたのあだ名なの。私はあ、ちょっとなんか引っ掛けられてんのかなって思って、いやそんなつもり絶対ないと思うんだけど、ちょっと私はあの引っ掛けられてるのかなと思っちゃって、あの素直になれないタイプなんで、はい、そういうとこね出ちゃう。はい、なおちゃんの表現力がすごく好きです。早くまたソロライブしてほしいです。嬉しい、かわいいね。また見ててね。ちょっと日本語おかしいけど、ザック1973ちゃんありがとう。もう一枚書きます。いや深読みしすぎ、さすがに、やっぱさすがに深読みしすぎたよな。1973なんかさ、熱中症をゆっくり言ってみたいなやつあるじゃん、ああいうのも絶対笑いね。うん、それよりも逆にファンの人がこう、いや違うわそれは、ごめんちょ、熱中症ってさ、熱中しようじゃないですかそれをじゃあ逆にファンの人がでもなんか自分から言ってくれた方が嬉しいわとかって言おうと思ったけど急に言われたらビビるかと思ってちょっとそこは違いました、すいません。あの嫌とかじゃなくて、あの可愛いんだけど何もね、私がそういうことを忘れてて急に言われたらビビるなっていうのを思いました。あ、やってないわ。はい、ザック1973じゃん、ありがとうね。はい、このありがとねっていうやつ、これね、あの忘れてたらコメント欄で言ってください、本当にお願いします。次、石川家門ちゃんに書きます。だってさ、みんなもさ、コンビニの店員さんとかにさ急に熱中症とかで言われてもさビビるでしょ。今ゆっくり言うのがちょっとあれなんで、ちょっとあれ言ったけど、ちょっとビビるじゃないですか、そういう、そう熱中症ですよ、熱中症っていうことね、そう嫌じゃないですか、嫌っていうかなんか ビビるじゃないですか、うえーみたいな、そういうことです。話を変えまして、石川家門ちゃん読みます。なおちゃんのセクシーで力強い歌声が大好きです、ありがとう。ソロライブもぜひ開催してほしいです。なおちゃんずっと大好きだよ。ずっと好きでいてね。はい、あともう一枚書くね。次はね、ひろしって来てるね。
やっぱ自分の名前で呼ばれたくなったかい？わかる。あれ、コンビニスタッフさんからコメントが来てます。それは言わんわっていやいや、ごもっともでございます。確かに。はい、石川伊右衛門ひろし、ありがとうね。出かけます。ひろりんご、なおちゃんが大好きな歌うことで活躍できて、なおちゃんの歌声がたくさん聴けてとても嬉しいです。ありがとう。皆さんの素敵な歌声を、歌唱をもっとたくさん聴きたいです。ぜひ次のシングルもお願いします。はーい、ひろりんご、ぜひ次のシングルも、セカンドシングルってことですね。いや、どうかな。歌いっぱい、はい、ヒロリンゴありがとう。歌いっぱい聴いてね。セカンドシングルはさ、いや今回やっぱバラードな感じで来てるんで、もうセカンドはどうする？やっぱラテン系違うか。はい、なおちゃんの歌割りが大好きです。わかるよ、みんなそれぞれに役割があって素晴らしい歌になっていると思います。おっとおっと、スタッフさんがゴニョゴニョしてます。役割があって本当に、頑張って歌うぞ。はい、もう一枚書きます。ユージ、もう一枚ね。これ多分後半はあれです、無言で書き始める気がします圧がやばいそうな気がしてます。はい、ユージありがとね。あと何時間ですか？何時までしたっけこれ？22時30分？あー、みんな一緒に頑張ろうえ、でもみんな結構やばい感じじゃないですか？みんなも。嘘だ嘘だ、やっぱね、人にはね、向き不向きが、こうやって喋ってるからね、こうやって喋ってるからいけないんですね。人にはこう向き不向きっていうのがあって、私はどちらかというと同じ一度のことを二度できないんですよ。いや違う、二個のものを同時にできないんですよ多分。はい、いつも応援しています。これからもいろいろな分野での活躍を期待していますねと。でもこの連絡が来てから、あ、私絶対に無理だろうなって思ってた。活躍感謝、活躍期待か、活躍。じゃ、でも、あ、待ってね、宝田ありがとう、待ってね。でも私は分かってる、どこから間違えたのか。ツイッターのメッセージ書くねって言っちゃったところから、もう始まってた私の終わりは。次、アツシ、いや書くと思ってたんだよ、前帰ったじゃないですか。そう、だから今回もあるのかなと思って書いちゃったもんだから。アツシ読みます。歌は心に響きました。なおちゃん、今までもこれからもずっと応援してるよと。ありがとうございます、応援感謝。本当にちょやばいっすね。アツシ応援感謝、ありがとう。あ、でもファンの人も思ってたんだって、なおち、じゃあ行ってよって感じはい、バッテリーもね結構大変って。よし、充電しました。知ってたんだね、みんな知ってたならさ、なおちゃんいいのって、絶対なおちゃん時間内に終わらないでしょって
コメントないって思ってたんだ、ちゃんとごめんね本当に。だから絶対に他のメンバーはなくてもあのダメだよ、なおちゃんはあるのにとか絶対言わないでね。もう私がダメだから本当に。え、しぶちゃんありがとう、コメントなかったんで、あの感謝の気持ち書いておきます。絶対にダメだよ本当に。あのフラートバカだなって思ってるし、本当にこれは私があのコメント書くからいい子なんじゃないの本当に。逆に言えば悪い子なの、みんなとこう足並みを揃えないクソなキモい女だってことを本当に心に銘じてくださいね。絶対言っちゃダメだからね。うん、みんな嫌な気持ちになっちゃうから。え、始まりの歌配信されてから毎日聞いています。え、なおちゃんの力強いソロパートは圧巻で本当に素敵です。1年限定のユニットということでもったいなく感じてしまいますが、たくさんの人に届けますようにということで、ありがとう。1年間よろしく。さきありがとう、送るね。いやいやいや、もうそんぐらいですね。お腹空いてきたね。次ハニージャックかけます。ハニージャック、これさ、ファンの方の名前読み上げてるとみんなもさ覚えてくんじゃない。これからも応援しとけんね。なるほど、あれでき方言できたんで、応援応援しとりゃよ。私も方言返しにしてきます。応援しとけんねって言ってる、応援しとりゃよ、ありがとう、まあ、応援しといてねみたいな応援してねみたいな感じ、応援しとりゃよ、応援しといてみたいな感じに近いのか。ちょっと私も名古屋弁不得意なんで、ちょっとあんまりわかんない。でもしときゃよだとなんかそれこそなんかしといてよみたいな感じになっちゃうからちょっと難しいんだけど、まあしとりゃよもそのなんか応援しんとかんわーは違うもんね。応援しんとかんわーは、すみません、はい、書きます。ムーさんCD 発売おめでとうございます。なおちゃんが歌唱力ナンバーワン決定戦に参加してくれてよかったです。本当にありがとう。私もね心からよかったよ。これからもよろしくね。あ、ムーさんありがとう。はい、しときゃよってママに怒られる。そう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 、ちょっとなんかねそういう言い方なんだよね。怒るというか、しとかなかんよみたいな。しとかなかんよっていうのは方言っぽいね。名古屋にいるとね何が方言か分かんなくなるね。ソナティかけます。それぞれの歌声が重なり合いとても心地よいと。嬉しいですよね、心地よさ、感謝。はい、ソナティもう1枚書かさせてもらいます。うん、次ソナティ、いやどこの方、いや名古屋、うん、分かんないね。あ、しと相手ちょっとか、確かに書いてくれよかったね。はい、サーティーありがとう。どん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 書きましょうね。あ、虹がありがとう、応援してくれてるね、ありがとうね。はよししあやき、わーこれどこできるかな。はよししあやきか、はよししあやきか、はよししあやきか、はたまたはよししあやきか、どう思います？あ、何でもいいよみたいな別に早く書けよって、はい、すいませんね。この方もねメッセージないんでね、感謝の気持ちを書いておきます。はよししあやき、ありがとうございます。はい、あいか、結構私の中では爆速なんですよこれ。前より結構速い気がする。
なおちゃんのことこれからもずっと大好きです、いつもありがとう。そうですね、こちらこそこちらこそアンガチと、はい、アイカありがとう、もう一枚書くね。え、でしょ、そうなのよ、やっぱ私のファンの人は気づいてますけどね気づいてますけどね私がちょっとテンポアップしてることを。いやー、でもあんまり成長してないようですね。でも結構私思うのは、アイカありがとう、それね、あの目の前のスタッフさんも私の会話に反応してるし笑い返してくれるじゃないですか。共犯ですよね、結構2人して遅れてるの共犯ですよね。私だけのせいにしようと今多分なすりつける計画してますけど、ね、こうやってやって、これ多分スタッフさんとしての表の見え方でしょ他のスタッフさんにおいお前の例遅えぞって言われないために僕仕事してますよみたいな感じ今これアピールしたんですよね。ありがとうほらほらほら周り見てやってるから頑張る君が、頑張る君が好きです、もうシンプルでいいね、ありがとう、頑張るね、はい、おめの、ありがとう、送るね。そうなんですよ、全部私のね、罪をちょっとなすりつけようとしてますけど、ね、こう、ひろやす、ひろやすとひろみ書きます。読むね。なおちゃんの活躍がうちら夫婦の励みです、頑張ってください、ありがとう。夫婦、夫婦で夫婦、はい、夫婦で夫婦、夫婦で夫婦ということで、ひろやすとひろみありがとう。そうなんですよ、やっぱ喋るのと無理だわ、ほら焦らせるからそういう変なこと書いちゃう、夫婦で夫婦とか書いちゃう焦らせるから。次しんすけ、メッセージがないので感謝の気持ち書いておきます。でも分かりにくかったのかな、それかメッセージちょっと嫌だったかな。ほいしんすけ送るね。ね、みんなもついてきてもらってこのテンションに、やばいファンの人も焦らしてくるよ、結構10時だよって。いや誰も10時半に終わるなんて決めてませんから決まってます。でも私ここの会場はお金払えば延長できるって決めてる、多分物理的にそうなんで行きます、みんな任せろ、お金で解決はい、リッチー呼びます。なおちゃんの歌を聴くと感情がダイレクトに伝わってくるのが大好きです、始まりの歌たくさん聴きますということでありがとう。ダイレクトに、あ、ほら他のとこでも怒られてるぞ遅いってひどひどちゃんはい、ダイレクトに伝えるぞーということで、リッチーありがとう。はい、カズちゃん行きます、映りますか。いや、映んないで。今ね、目の前に竹中さん、ここの、始まりの歌と野田ダイヤモンドをね、裏でプロデュースしてくださってる方なんですけど、MV 誰よりも楽しんでましたよね。だってMV 撮るときに四季振ってんの MV で四季振ってますじゃん、私動画に収めてあります。いいよそんなこと話さないで、かけて。そう、誰よりもノリノリで MV で四季振る人初めて見たんで、かわいい動画で収めてあるんで。はい、カズちゃんメッセージなかったんで感謝の気持ち書いておきます、ありがとう。
声で分かるって、もう声で分かられてるって相当ですよ。 SKE のファンだけだよ。嘘、うん、そんなことないですよ。メイキンウッド、メイキンちゃんもね、ちょっとメッセージがないので感謝の気持ち書いておきます。はい、レメキン、ありがとね。いや、デメキンってさ、すごいね、それを。なんでデメキンになったんだろう、ニックネーム。目が大きいのかな。まゆち、まゆち書きます。あの、メッセージなかったので、感謝の気持ち、アンガチーと書いておきます。まゆち、ありがとね。私に書きます。言う直しか勝たん、言う直しか勝たん、言う直しか勝たんっていうニックネームにさしたら一生それで生きていくのかな。言うな、なんかトーク会じゃない、トーク会とかでさ、言う直しか勝たんですとか言ったらさ、私なんて呼んだらいいんだろう。勝たんさんって言ったらいい。本当にいい曲すぎて大好きです。今後の皆さんの活躍に期待しています。たくさん聴きますね。これ言う直しか勝たんとか言ってるけど違うな、今後の皆さんの活躍に期待してますってことは、まあ50-50だな、私50、他50みたいな、このなのね。みんなも結構 DD 気質っぽいですね。これは言う直しか勝たんってことは認知してほしいみたいな気持ちも、あ、書きます、すいません、はい。ですね、認知してほしいっていう気持ちも多分ね薄いと思うんですけど、あー、どうですかね、これ勘ぐりすぎですかね。手動かさない、待ってください。こと口が動いちゃって手が動かない、やばいやばい。待ってくださいね。たくさん聞いてね。いや、これ本当言い訳させてほしい。言う直しか勝たん、ありがとう。うちらしか勝たんね。あの、違うんですよ、本当に違うんですよ。違う、落ち着いた方がいいよね。やばい、え、あ、カナも遅いじゃん。あ、みんな遅いんだ、仲間が多い。やった。あ、2人がやばいってこと。え、ふとし、ふとし、ありがとう。え、メッセージ、なおちゃん元気。やる気出せ。あー、もう、あ、ありがとう。こっち見ないでいいんで帰ってください。え、ありがとう。ほんま綺麗。ほのかが応援してくれてます。かわいい。ふとし元気って返しとくね。あー、危ない。もう一枚書かさせていただきます。眉毛ふとし、そうなんですよ、この方の、え、私がね、ニックネームつけた気がするんだけど、え、違ったらごめんね。なんか他の子がつけて、それを私がパクった、いや、私がつけたと思うんだけど、眉毛が本当に太くて、私初めて見たこの眉毛と思って、すごかったんですよ、本当にこんぐらいあって、だからふとしって名前にしました。あれ、違う人が言ってたのかな。あれ、私だった気がするんやな。はい、ふとし、ありがとう、ふとしちゃん。はい、そう、さっき今あの STU のほのか、矢野ほのかちゃんですねが応援してくれてました。クッキーかけます。なおちゃん、デビューからずっと応援してますよ。おー、伝わってるよ。ファイナリストライブも生で見て感動しましたよ。また早くソロライブができるといいですね。もうこの方はね、ずっと応援してくれててね、本当にずっと。笑顔、やばいやばい、ここで漢字をすごい書こうとしてる。笑顔のって書いたら、もう交換も漢字で書いてた。ずっと笑顔の交換しようね。やばいやばいやばい、漢字が来ちゃった。はい、ちょっと会場が静かになってきて、ちょっと焦ってるっていうところではありますね。はい、クッキーちゃん、ありがとうございます。
長いですか、この方はね。まだね、浮気現場発見したことなかったかな、あったかな、まだ今のところなかったかな、いや、一回あったかな、どうだったんだろう、ちょっとそこら辺も覚えてもらいたいですね。でもすごい愛をね、いつも伝えてくれて、やっぱ愛が伝わるとね、安心しますから。次、スナフキンさん。最近なおちゃんの魅力に気づき始めたなおちゃん、初心者です、みんな。2人目来た来た。お手柔らかによろしくです。なるほど、お手柔らかにね。これから、思い出増やそう。はい、スナフキンちゃん、ありがとう。いや、もう話せないですかね。あの、こっから私がもう超違うなみたいな感じになって、もうどこに落ちていこうと私引きずり出すんで、気をつけてください本当に。もう話しませんか、危ないっすよ一回来たら。ヒロ君、書かせてもらいます、とか言っときながらね、全然私のものをさ、元をね、去っていった方もいっぱいいますから、はい、ちょ、なんとも言えないです。はい、いつも応援してます、早く会えるといいな、なおちゃんが一番可愛いよということで、とっても嬉しいよ。あ、ひろくん、ありがとう。いや、ほんとね、また早く帰るといいね。いや、こんなね、私を可愛いって言ってくれる人がいるだけでほんと十分愛されてますね。次、いくらかけます。これからもずっと応援します。ずっと応援されますと。なんかちょっと伝わりづらいと思うけど、ずっと応援されたいですってことね。ずっと応援されたいですっていうのをずっと応援されますって書いちゃいましたけど、はい、いくらちゃんありがとう。配信見てなかったら困るな、これな。言い訳じゃないんですよ。されたいっていうのがちょっと文字数の関係で焦ってますから、はい、少しでもね、文字数をね、考えていかないと、短縮できるとかしていかないとね、そろそろ私もね、焦るという。ハシム、ちょっとメッセージがないので、感謝の気持ちとして書いておきます。ハシム、ありがとう。送るね。結構もう息上がってる。結構頑張ってるんですよ。もうね、息が上がっちゃう。配信してるよ。はい、もうこれでも、いやもうね、家じゃん。いや、もうくつろいでますね。だってショールーム配信だもん、素見せないと。もう24歳ともなるとね、あのサイン会で息上がるんですよ。運動しなくたって喋るだけで息上がるんですよ。かけましょう。そう、水分補給大事ですから。これね、本当に適当な人って思われちゃうからね、もういつもこういう喋り方してると。はい、この曲は大のお気に入りです。ソロでも歌ってほしいです。おー、頑張ります。お気に入り感謝。はい、夏祭りありがとう。お気に入り感謝。そう、安です。本当にね、こう、読んでいきましょうか。なおちゃんお疲れ様です。歌うまの中でなおちゃんの歌声が聞けるの素敵すぎます。ありがとう。素敵すぎます。はい、やすてっちゃん素敵すぎます。ありがとう。もう一枚あるんで書けますね。いやー、今日もね、いっぱいの方が申し込んでくれてね、嬉しい。もう話によると完売ね、してくれたということで、前回も完売して、今回もね、
完売してくれたということで、もうめちゃくちゃ励みになりますから、はい、ありがとうね、やすてちゃん、嬉しいっすよ、本当に感謝感謝感謝感激、いやもう本当嬉しい。あれ完売したんです、あれしない今回した、あ、よかっためっちゃ嘘つくとこだった、あー、よかった。大ライちゃん、大ライかけます、表現発声で、職密親密緻密表現発声で緻密なところまでやりきれるなおちゃんはすごいです、緻密なんすよ、緻密です、いや緻密なんですよね私って、はい、ライライありがとう、いやー緻密ってなんすか緻密ってここだけの話、緻密ってなんですか、まあここだけの話ね、本当に絶対ないしね、あとで Google 先生で調べるわ。泉ありがとう。あ、細かいって、あ、めっちゃ細かいってことね。おー、私ね、緻密じゃ、めっちゃ細かいのか。あ、大好きって書いてある。ありがとう。好きありがとう。好きを。はい、好きをあんがち。ありがとう泉。あー、細部までねこだわってると、私ね細かいなんて言われたことないんで、ちょっとなんか細かいとこまでできるみたいなさ、こうそういうこと言われたことないんで、ちょっと今びっくりしてますね。どちらかといえば本当できない人間なんで、細かいこととかね苦手なんですよ。まあ、細かいことをする作業がねここにいるとあんまないからね。メガネ坊やからです。なおさんの見せるパフォーマンス、圧倒的な表現力に魅了されてます、これからも応援していますという絵文字付きできました、ありがとう、応援応援してください、はい、メガネ坊やありがとう。いや今さすごいびっくりすること聞いちゃったんだけど、隣のカナが眉毛ふとしさんありがとうって言ってて、あれなんか聞いたことある名前だなと思ったら、さっきあんだけ語ってた人が、私がさニックネームこんぐらい眉毛太くてみたいな、私が多分つけたと思うんだけどとかって言ってる人がさ、他のとこでさヒーっつってヒーカナちゃんサインされてたわ、うん、目撃現場ですね今、うん、来たねこれ、こういうとこでもね浮気現場は発見できるもんすね。いや最近その方のね愛がちょっと冷めてきたのかなみたいなね感じてたんですけど、これだったか、みんなちょっと振られた私をさ慰めてくれないかな、はい、ゆうすけ千葉ロッテちゃん、これからもなおちゃんのことを全力で応援します、ありがとう。でも今冗談でこうやって言ってますけど、本当にそんな心から思ってるわけじゃないですかね。私はねみんなに本当に楽しんでほしいから、全然大丈夫です、全力でよろしく、ほい、ゆうすけ千葉ロッテありがとう、全力でよろしく。ありがとう、慰めてくれて、いや心にしみるね、はい、あやね、ありがとう。あやねと、はい、なおちゃん、一目惚れしてから7年経つけど今も大好き、早く直接会えるようになりたい、7年の恋いいね、7年の恋ってさ、ちょっと映画とかになりそうじゃないですか、無理やりうなずいていただいて、8年派でした8年の声が良かったですか、あ、10年か、9年いいですね10年、あ、ごめんなさい、すいません、8年、8年目もよろしく
やー、確かに10年の恋ですね。はい、あやね、8年目もよろしくね。7年目になるのかな、8年目か。まあまあ、ずっとよろしくということで。次、ブラちゃんからいきます。やっぱりさ、何年目の恋ってね、いいですね。確かに10年目の恋って超しっくりくるもんな。じゃあ私は SKE に恋して10年だから、10年目の恋経験だ、すごい。はい、うらちゃん、メッセージを読みます。早く握手会再開楽しみにしています。そうだね、舞台も歌も本当に今までのようになることを祈ってます。うん、それでも、あ、じゃあそれまでずっと待っていますので頑張ってください。また一緒に笑おう。はい、うらちゃん、ありがとう。もう一枚書くね。うらかずくんに変わりました。うらかずくんと、アンガチコ。はい、うらちゃん、ありがとう、送るね。そうだよ、皆さんもね、やっぱ10年、まあそうですね、20年、30年とね、まあ、いてくれたら、お互いさ、何年後かに会った時になんかね、こうもう私たちも年取って落ち着いたねみたいな会話がね、できるといいですね。うん、はい、バナナちゃんに書いていきます。なおちゃん、銀河一愛してる、あれどっかでも聞いた言葉だな。銀河一愛してると来たらもうこれは公開すしかないでしょう。銀河って綺麗だよねでも銀河って聞いたらこれを返すしかないんですから。私は銀河って綺麗だよね、バナナちゃん、ありがとうバナナちゃん。いやね、さっきまでね、あんまね BGM とか聞こえてこなかったけど、綺麗に聞こえますね怖いな、人生はっつって。すごいもん、声がこんなにさ綺麗に聞こえたの。みんなも今日始まって以来初めてなんじゃない、こんなに紙飛行機がよう聞こえるのは。こうたくん、メッセージがないので感謝の気持ちを書いておきます。ありがとう、来るね。アッシュ書きます。結構もうそろそろね、お腹も空いてきて。アッシュ、なおちゃんいつもありがとう、なおちゃんのおかげで今生きてます。お、重大な、私この子の人生しょってるわ。またお手紙出しますね、また肉眼で見れる日を楽しみにしています。もう肉眼で見てください。 PS、 最近中西さんとれなちゃんを見れたのでうわーってなりましたが、なおちゃんが一番です。わら、さつきさつきめなおちゃんのおかげで今生きてますとか言ったけどさ、もう中西さんとれなさんで感動してわーってなってたらもうそっちで生きてるやん。こんな短い時間で感情コロって変わる人はちょっとびっくりしましたね。一緒に生きよう。はい、アッシュありがとう。いや、よかったね。でもなんだろう、お仕事か偶然かで見た、すごいね。いや、そりゃテンション上がるよね、わかる。いや、もう本当に私もね、いつかまたこうみんなに卒業後会った時に、もし卒業したらね、みんなにうわーって思ってもらえるぐらいちょっと記憶にね、残しておきたいし、みんなの。アッシュありがとう。あ、卒コンか、卒コンでわーってなったのか。確かにレナさんのあかねちゃん来て、中西さんのジュリナさん来ててね、よかったですよね。なるほどね、そこか、そりゃさうわってなるわ。そ
その時は私のこと忘れてたんだろうな、うん、はい、のっとちゃん、コメントがなかったので、感謝の気持ち書いておきました。のっとちゃんありがとう。西川一佳さん、西川一、お、難しいかだね、これこのかいいよねとかって言ってさ、漢字間違えたわいい漢字だとか思いながら書いてたら間違えました、ごめんなさい。西川一、次はね間違えない、慎重に。このかかわいいんだよ、一かさーと。はい、メッセージを読みますね、夫婦でナオタン、ナオタン、ほうほうほう、ナオタンのタンがカタカナとナオタンになっちゃうけどね、あの牛タンみたいな感じでナオタンって呼びそうだけど、はい、ナオタンの応援しています。どうぞご自愛、あ、お体ご自愛くださいませ、ありがとう。今度リモート飲み会みたいなの配信してほしいなということで、あの私もあのーってくださいね。はい、西川一華ちゃんありがとう。そう、私もちょっと飲む配信はしたいんだけど、ショールームはお酒配信やってないので、お酒打ちそうもんならサク切れますからできないんですよね。またいつかね、いつかできる。22時24分、終わるか、もう皆さんエンドトークしましょう、もう潔く諦めてね、もう今日はもう終わらなかったですから、いやそういうことしてる場合じゃないですよね、すいません。あと6分、あと6分。でもみんなのこの次元で流れてる6分と私の次元で流れてる6分は違うんですよ。驚き、あ、もう相手もしてくれなかった。はい、読みます。なおちゃんの歌声と笑顔で僕は救われてます。救ってるわ、ありがとうカッツン。これからもすくぞ。はい、カッツン、ありがとう、これからもすくぞ。驚きですよね。そう、みんなは6分がこうね、もうすぐじゃんみたいな感じでね流れてると思うんですけど、まあ私なんせみんなと来たところがね、生まれた場所とかも違いすぎて、6分まだまだ長く感じちゃうんで、はい、大丈夫です。これは、まあ、苦しい、さすがにみなみさん、WR みなみさん、いつもお世話になってます、こちらこそお世話になってます。なんだろう、親戚の挨拶かな。はい、みなみちゃんありがとう、お世話になっております。いやいやいや、そんなせかさいな、みんなあと4分だなんて、嘘嘘、本当に、いや嘘です、嘘です、あと4分だなんて現実的じゃないですよ皆さん。もうそう、もうそんな空想を働かせるのもまずね、まあ、ほどほどにね。はい、スタッフさんが焦ってる、やばいやばい、さすがに、さすがに私もあのちゃんとやってますよみたいな、あのモードを 見せます。さすがになんかふざけてないんで、本当に本当に急いでるんですよっていうところを今からちゃんと見せたの、表情だけでも 見せないといけないなと。たかちゃ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 たかちゃちゃちゃさん、なおちゃん魅力ながら応援するよ、うん、正直者、はい、応援待ってます。
22時45分までには。わかりました。ちょっと伸びました。皆さん頑張りましょう一緒に。たかちちちさん、突っ込みたいところはいっぱいありますけど急いでるので許します。応援してね。絶対終わんないっすよ絶対終わんない。次ヒンさんいきます。今んとこまだ他のメンバーもやってるので大丈夫です。やばいやばい、違う、本当にみんなこれは違うんだ、みんな違うんだ、これはちゃんと真面目にやってるんだ。大丈夫、分かってるよ。分かってるって。じゃあいいか。ただ面白いフルアタが焦ってんぞ、ピンク髪が焦ってんぞつってヒンさん、メッセージが、ね、なかったので感謝の気持ちを込めて書いておきます。ヒンさんありがとう。はい、次書きます。ガバチョさんありがとう。ガバチョ、なんか久しぶりに聞いた気がするな。ガバチョって聞いたことある気がするな。違うかな。なおちゃんの浴衣姿、違和感なさすぎてイケメンすぎて惚れました。男が惚れる男の子男が惚れる男の子って書いてあるね。女の子だけど、まあ男の子に見えたということで、イケメンありがとう。はい、ガバチョさんありがとうございます。イケメンということで感謝します。いや教えてあげるよガバチョに、どうしたら女の子が嘘めちゃくちゃ嘘です。はい、すいません調子乗りました。サトシさん書きます。いやでもあの浴衣の、写真今ツイッターね見てくれたら分かると思うんですけど、それがね結構好評ということで、まだ見てない人はね今日は反応してくれると嬉しいです。サトシくん、あのメッセージなかったので感謝の気持ちいい書いてきました。送るね。はい、いやだってさ、ちょっと待って、やばい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 、いやもう想像以上に響いちゃって、みんなこれ気まずいタイム来ますから。日野ちゃんが今終わりまして、あとね3人だけなんですよ残ってるのが。これ多分いつもの声のボリュームで喋ってたら結構響いちゃう感じすると思うんで、小声めにね喋っていくことを務めます。てげてげ来ました。なおちゃんこれからも美しい歌声聞かせてください。ありがとう、頑張るねと。はい、てげてげありがとう、送るね。あ、そうやね、爆音で天国と地獄流してほしいんですけどいいですか。前回はね流してくれなかったんですけど、今回は本当に みんな焦ってると思うんで、今度こそ天国と地獄流した方が私多分早くなると思いますね。これは同胞葵、なおちゃんの歌声最強に素敵です。始まりの歌いっぱい聴きますね、ありがとう。最強最強。はい、同胞葵ありがとう、最強です。そう、てて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 てはい、こうありがとう、絶対会おうね、楽しみにしてます。次行くよ。いや、せいもうね自分で流していかないとこうどうしてもみんなはもう流す気になってくれないらしいんで、私がもう一個携帯あったらね流したんですけど、まあ即止められるでしょうね、取り上げられますね携帯ケンボーなおちゃん大好きだよ、いいねシンプルで、をありがとう。はい、ケンボちゃんありがとう、好きって言ってくれて嬉しい。
あ、来てますよ。スタッフさん、歌ってあげてって。ちょっと控えめに拍手しな応援してくれてます。頑張りましょう。おさむ、控えめ握手でね、応援してくれて頑張ります。おさむ、発売おめでとうございます。なおちゃんの素敵な素敵な歌声たくさん聞かせていただきます。たくさんたくさん聞いてねと。はい、おさむありがとう。たくさんたくさん聞いてね。はい、次行きましょう。キサラギキョンさんからです。あれ、キサラギキョンさんからですとかって言っちゃうともうラジオだもんね。キサラギキョン、キサラギキョンありがとう。メッセージがないのでね、ちょっと感謝の気持ちをちょんちょんちょんと書いておきます。キサラギキョンありがとね。意外とやっぱさ、メッセージ忘れちゃうのかな。ちょっと見つかりにくいところに、うわ、やばい、この時に来てめっちゃ難しい感じきた。ちょっと待って、香港の京子って書きたいんだけど、めっちゃ難しい感じ。ちょ、マジ、みんなガチモード入るから消えるね、画面から。初めて見たな、この感じ。むずむずい、むじい。あー、けたと。ただいま。なおちゃん大好きで、ありがとう。香港だもんね。また会えますように。いや、グローバルだわ。我ながらね。京子、ありがとう。いや、嬉しいね、本当に海外からね、こうやって応援してくれてさ、ねえ。いや、もう英語もね、まあ、ちょっとならいけますよ、やっぱ。How are you? っていう。I'm fine, thank you, and you? さ、カズキさん。コメントがないのでありがとうと感謝の気持ちを書いておきます。かずきありがとう。はい、お次ひろし書きます。ひろしコメント読みますね。本当はですね、なおちゃんこれからも頑張って SKE を引っ張っていってくださいということで、ありがとう。綱引きは得意ですってか、ここから綱引きなら得意です。人を引っ張ることはできませんが、綱なら引っ張れます。すいません。はい、ひろしくんありがとうございます。頑張る。はい、お次いきまーす。マツケンさん、綱引きはね結構好きなんですけど、こうやっぱどうも人を引っ張るっていうのは向いてないというか、なんか人引っ張るよりもなんか、綱引きの方が好きかもって思ってます。マツケン読むね。コメント、フラーテさんの素敵な歌声をたくさん聞かせてくださいということで、たくさん聞いてね。はい、たくさん聞いてね。ありがとう、つなけん。ま、つなけんじゃない、つなげきにさ引っ張られて、つなけんとか言っちゃった。マツケンだった。つなけんじゃない、はい、マツケンでございます。マツケンさんありがとう。おつなけんって間違えた。これ結構引っ張られてますね、これ。龍かけます。
メッセージを読みます。なおちゃんの歌声が好きです。特に低音から中音域が安定感あり、歌唱を聴けるのをいつも楽しみにしています。これからも応援してますということで、これからも応援して、これからも応援されます。これからも、これりゅうちゃん、これからも応援されます。いや本当はこれからも応援されますにはもっと長文が込められてて、これからもあなたに応援していただけるように私は心から、SKE48 の活動、そして野田ダイヤモンドの活動を頑張っていきますという気持ちを込めて応援されますって書きました。いや本当にそんぐらいの、ね、気持ちがこもってるんで、本当よろしくお願いしますよ。いや本当はね書きたいんですけど、ちょっと時間がということでね、ちょ無理やりすぎました。だそうですね、いい感じですね。ベースちゃん、すごいいきますね。始まりの歌 CD リリースおめでとうございます。ありがとう。ライブで聴いてからずっと楽しみにしてました。個性的で上手なメンバーとの共演、なおちゃんのかっこいいかわいいパフォーマンスがすごく生き生きしていて嬉しい限りです。頑張ってね。ありがとう。またギターを聴いてね。なんかさ、私ってね歌ね、個性ベースちゃんありがとうございます、送ります。歌ってね、あれなんですよ、個性的なんてね思ったことなかったんですよ。でもメンバーとか、なんか個性的とか草になるじゃないわ癖になるね、癖になられたら困っちゃうんだけど、そう癖になるってね言ってもらえて、そうなんだと思って嬉しいよね。はい、友のりさん、なおちゃん応援してるよってありがとうございます。応援よろしく。はい、友のりさんありがとう、書いておきました、送るね。はい、次書きましょう。さとこ、あ、さとこはさ、美味しい煮物作りそうな人だよさとこ、この間の配信でね、さとこ絶対美味しい煮物作るっしょ、絶対美味しい煮物作ると思ったよ、コメント欄で。それさとこがさ、里芋みたいな、さとが入ってるからでしょみたいに言われたけど、違うよ、絶対さとこは美味しい煮物作る。始まりの歌、サビ前の天才的な歌割りに聞くたびに感動しています。なおちゃんの歌声も人柄も大好きで、なおちゃんの魅力に出会えて幸せだよ。いつか直接会える日を楽しみにしてますね。待ってください、直接会ったことない人めっちゃ今までいじってたごめんなさい、勝手に和食絶対美味しそうとか言って、多分さとこのことを言っていた気がします。会えますように。でもさとこの漢字を見ると結構ね、会えますようにさとこ、もう一枚書くね。そうでもさとこの漢字がね結構ね、なんか神聖な感じがするのよ。結構なんていうの、こう女神みたいな感じの漢字してるから、もしかしたら養殖の方が得意かもしれんな。そこ、こうちょっと私の勘違いかもしれん。さとこありがとう、会えるの楽しみにしてるね。はい、次行きまーす。あずま、お、やばい、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、まあ、かのがまあ残ってるから。愛してるよ、活躍楽しみにしてます。愛されてます。はい、あずま、愛されてます、ありがとう、送るね。いや、これは、次ね、行きましょうね。まさとも、やばい、なおちゃんの歌声が好きで、聞くたびにいつも癒されています、また会いに行きます、なおちゃんラブということで待ってますって書いておきます。待ってまーす。はい、まとも、違う、まさともありがとう、待ってます。
いやいや、かつて、いまだかつてこんな機敏に動く私初めて、マジで嘘でしょ。え、待って待って、だってこれかけなかったらさ、苦情来るの私だもん、確実に。君はそのペースでやってるからでしょってなっちゃう。え、なおちゃんの歌声で毎朝起きて一日頑張ろうってなってます。またソロコンサートやってください、ありがとう。頑張ってねと。朝からね聞いてくれるの嬉しいね、大くんありがとう。朝はね、私音楽で起きたことないんだよね。いつもねアラームでやってるから、こう音楽で起きれる人ってすごいなって思うんだよね。でもなんか音楽の欠点は、私の歌割りが来るまでその音楽を流してたいから、なんかそれを聞いてなんかちょっと目覚めるの遅くなっちゃうみたいな問題点が出てくるみたいなのを聞いたことがありますね。はい、大好きななおちゃんへ、あやにあかりです。なおちゃん、トーク会や握手会ではいつもお姉ちゃんのように接してくれてありがとう。いよいもと、今は前みたいに会える機会が減ってしまっているけど、遠くから全力で応援していますと。また会えるのを楽しみにしてるね、あやにありがとう。私お姉ちゃんだったんだ、マジか。なんて返そうかな。いつも可愛いよと。はい、あやにゃありがとう。お姉様ですよ。そうなの、まあまあ、昔はさ、やっぱこう最近はなんかこう年下の子の子とかも好きになってくれることが多くて、なんかお姉さんになったんだなっていうのがね、すごい実感しますね。握手会とかでもさ、ほらなんか年上の方が多かったけど、最近は同年代とかも、それこそ年下の子とかもね多くなって嬉しいですね。年上の方も安心するし、年下も可愛いしんだよ。CD 発売おめでとうございます、なおちゃん大好きですということで、嬉しいです。好きをありがとうと、アンガチ。はい、リサありがとう、書いたよ、送るね。ちょっと息が切れてきちゃったそうなんですよ、お姉ちゃんなんですよ、実はね、実は実は実は。え、なんなん、なんなん、歌がよう聞こえるね、鮮明に。なんなん、演技力に惚れちゃって、歌声に惚れちゃって、時々見せてくれるふにゃっとした笑顔にベタボレっす、ありがとうございます。嬉しいですね、惚れちゃって惚れちゃってって言って、また惚れてね、ギャハ。いや嬉しい、ありがとう、なんなんちゃん嬉しいです、ベタボレっすって。皆さん、ビッグニュースです。なんと、お隣の野島さん、あと5枚 ?5 枚で終わります、私はあれねあれり、違うんですよ、本当に私は本当に急いでる、本当に。たまたま喋ることと書くことが同時にできない人種が野菜ダイヤモンズに入ってしまったおかげで、皆様にこう焦りという心を持たせてしまってますけど、でも一番焦ってんの本当私ひろゆきありがとう、メッセージなかったんで、あ書いておきましたよ、あんがちって。え、なお、同じ名前じゃん、なおから来てます。これ自分で送ったんかな、なおちゃんかなおくんか。これからもよろしくお願いしますと。いやもう本当、こちらこそよろしくと。はい、なおありがとう、これからもよろしくお願いします、こちらこそ。やばいやばいやばい、いやそうですね、これはもう会場の方にね、延長でって、これ延長とかだと料金どこまで発生するんだね、時間単位で撮ってんのか、もしかしてまだ終わってない人数数えてます。後ほど発表を。いつもなおちゃんの声に心揺さぶられちゃってます、キクリンね。また時折見せるなおちゃんが照れた時のチャーミングな仕草が大好きでたまりません、どれだろう、これからも応援してますね。
チャーミングに行きますと。一体これさ、自分が送ったメッセージさ覚えてくれてるかな。覚えてなくて急にさ、チャーミングに行きますとかってさメッセージあったら困るよね。キクリンありがとう、チャーミングに行きます。あ、でも意外とないですね。残り18だって。5の5ん、これだけん。あ、早くやれ、ごめんなさい早くやります、すいません。あ、もうなおちゃんからまた来ました。また来たというか違うなおですね。次がカタカナのなおから来ました。そうね、同じ名前だからね、どの自分に書いてるか分かんないね。次はね、カタカナのなおです。なおちゃん、これからも頑張ってください。あがち、はい、なお、ありがとうお話違くない？おいおい頑張ってんだ確かに遅いけどな。はい、なおありがとう、送るね。やばいやばい、後輩に煽られたんでちょっと頑張ります。先輩という名を汚さぬよう、ちょ、売られた喧嘩は買いますわ。まなみ、でも買い方がわからんどうやって勝負したらいいかわからん、もうもう確実に私の負けですからね、この時点でね。まなみありがとう。じゃあ何がさ悲しいって、このあとさ、この一人でシーンとした会場で喋るのが嫌なはい、まなみコメントなかったんで感謝の気持ちが届きました。アンガチ、そうだよ、もうね負けてんだよね。はい、え、ゆめは、ゆめは、ゆめは、メッセージ読みます。またなおちゃんに会える日常が戻りますように。またなおちゃんの歌声が生で聞けますように。毎日頑張るからね、偉い。なおちゃんも無理せずにね。分かった、いつもありがとう。いつも偉いぞ。はい、ゆめはありがとう、ミラーボール。いや、ゆめはありがとう、応援してるよ。お疲れお疲れ煽られてる、煽られてる。トール、やばい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 、来てる来てる。トールありがとう、いつも優しそう、ありがとう。こちらこそありがとうはい、区切るのが好きなのかな。ありがとうトール。あとね、もう一枚かけますね。トールちゃん、次はトールちゃんに変わりましたね。トールちゃんはい、かけますよ。トールちゃん、アンガチーと、あ、やべかぶっちゃった、コメント。またね、よし、はい、トールちゃん送ります、ありがとう。ちょっとみんながいないとさ、もうちょっと進まない進まないとか言って疲れちゃった。いきますよ、クランクさん、いきます。クランク、これいつ届くんだろう、みんなの元に。あさってとかかな、それは早すぎ。金かどう、今日何曜日ですか。今日、長らくお会いできておりませんが、トーク会となおちゃんが元気に活動を続けていらっしゃるということで、私は元気にいただい、元気をいただいております。リリースおめでとう。あ、優しい、ありがとう。あ、じゃあすぐなんですね、割と。楽しみだな、みんなに届くの。あ響くわ。はーい、また一緒に元気。はい、クランク、ありがとう、送るね。ね、楽しみだよ、割とすぐ届くみたいだから、ちょ、みんなが届いたっていうね笑顔を妄想しながら
書いていこうと思います。シルビー、いや、ゆうさまでもこのサイン会も慣れてきて楽しいね、やっぱり。読みます。なおちゃん好きです。これからも陰ながら応援しております。表に出ておいで。恥ずかしがらずに表に出ておいで。今22時52分ということで頑張るしかない。ありがとうシルフィちゃん、嬉しいです。違うんですよ本当にね、ご迷惑をおかけして本当に申し訳ないっていう気持ちがいっぱい。あーちゃん書くね。申し訳ない申し訳ない。なおちゃん大好き、いつもなおちゃん見て癒されてます。これからも私の自慢の推しです。嬉しい、いっぱい押してね、押すんだぞ、押すんだぞと。あーちゃんありがとう。いや嬉しい、自慢の推しとかって言うとちょっと照れますけどね。え、なんかもっとねみんなが自慢できるようなアイドルになれるようにまだまだね精進してまいります。みつぽんちゃん CD のリリースをとても楽しみにしてました。なおちゃんの素敵な歌声大好きです、ありがとう。さ、聞いてね。はい、みつぽんちゃんありがとう、送りますね。いやいや、やめてください。それはそれはさすがにね、ちょっとなおちゃんの延長代はね、私のお給料から引かれるとかって言われて、ちょっと借金レベルになるんでやめてください。借金になっちゃうんで、ちょっと厳いですね。3000円ぐらいなら寄付できると思う。うん、あっちゃん、コメントなかったので感謝の気持ちだけ書いておきます。あっちゃんありがとう。やばい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 。周りを見ると絶対にねスタッフさんと目が合うの。もう私もどこも見たくない。もうショールームの画面だけ見てたよ。はるたんのお姉さん。いやもうほんとこれはね、これはもう得意不得意がありますからね人にはね。はい、はるたんのお姉さん、みんながあっと思うような曲をこれからも聴かせてください。頑張るね、ありがとう。はい、はるたんのお姉さん頑張ります。いや、なおちゃんのお姉さんになってもいいんだけどね。まあ、はるたんのお姉さんになりたいということで、てかなってるのかな、もうね。なおちゃんのお姉さんも新鮮でいいんじゃないかいね。え、勧誘したらよくないよね。すだちゃんからです。いつもお世話になっております。余談ですが、7月半ばに誕生日を迎えます。特にめでたくもないけど、ではどこかで。これはね、祝ってほしいんだな、このメッセージは。おめでとう。素直じゃないね、いいね。はい、すだちゃんおめでとう、誕生日グッドラック。何歳になるんだろうね。でもめでたくないですがとか言ってもね、やっぱめでたいですよ。お誕生日迎えれるっていうのはね、すんごくいいことだからね。私もお祝いできて嬉しいしね。うん、おめでとうだよ。たかもんちゃん、耳が聞こえない老師はたかもんです。なおちゃん応援するよということで、ありがとうありがとう。これで伝わるかな、多分僕だって。はーい、どう、たか、バイバイ。帰るんだ。いや、行ってもいいけど。後輩でしょ。はい、ひのちゃん。はい、後輩だよね。はい、私は別にいいんですけど、困るのはスタッフさんだと思う。いや、めっちゃ論破。めっちゃ正しいこと言うじゃん。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。頑張ってください。気をつけて帰ってください。気をつけて帰ってください。お疲れ様です。お疲れ様です。ということで、ヒロ様が帰りました。はい、ということで、タカモンちゃんありがとうございます。また会える日を楽しみにしてますから頑張りましょう。ありがとう。あと、これもしますアイラビーね。はい、塩田ちゃん行きます。
お疲れ様でした。はい、始まりの歌発売おめでとうございます。いつもかっこかわいい古畑さんを応援させていただいております。ありがとう。もともとはアイドルに詳しくなかったのですが、古畑さんのソロ CD にハマって、そこから48グループを好きになりました。これからも頑張ってください。ありがとう。そうなん、嬉しいの。私きっかけだったんだ。これは幸せですね。ありがとう、嬉しいです。アンガチショタ、ありがとう。嬉しいね、これ。ちょっと嬉しくて舌巻いちゃいましたね。サチエ、いいね。サチエと、サチエちゃん、なかなか直接は会えないけど楽しみにしてます。ありがとう。会えますように。はい、サチエありがとう。会えるの楽しみにしてるね。はい、あ、もう終わりますね。やっぱりこういう計算です。ちょうどよくね。わたるちゃん、なおちゃん、お久しぶりです。しばらく会えてないけどずっと変わらず応援しています。ありがとう。また会えますように。そうね、もうしばらく会ってない方結構いますから、わたるちゃんありがとうね。送ります。いや結構もうラストスパートで、あともう残り3枚。違うのよ、これさ、終わる頃になると結構こう名残惜しくなってしまうのでね、このサイン会っていうのは。でももし本当にこう今日は焦らされてなかったら結構やばかったと思います。29日の朝ショールームで知り、慌てて購入しました。おー、私は捨てないで飾ります。いや本当に飾ってください、捨てないで。よかった。こうね、朝のショールームでもね、来てねみたいな、サイン会あるからねみたいな宣伝したら、はい、来てくれましたね。ありがとう。マクレガーさんありがとうね。よかった、そのあるよっていうの言ったのが役に立って。ツイッターはね、なかなかあの見逃しちゃう方とかも多いと思うんで、いろんなとこでね言うと、こうやって、イータンの友達、なおちゃんいつもありがとう。今日も僕はゆうなを愛してます。いや、そうですかって返したいとこだけど、せっかく申し込んでくれたんで、頑張れ。まあ、誰かを愛するってことはね、いい感情だと思うので頑張ってください。いたの友達ありがとう。はい、ラストになります。いや、いいメッセージだといいな。はゆうきちゃんありがとう。いつもなおちゃんから元気もらってます。直接会えなくてもずっとなおちゃん推しとして応援してるから頑張ってね。なおちゃん大好き。ありがとう、嬉しい。好きを、いや、締めに最高なメッセージでございました。はい、ゆきくんありがとう、嬉しいです。送ります。ありがとう。あ、やだ、終わりました。ありがとうございました。長時間皆様もお付き合いいただきありがとうございました。サイン会これにて全部終わりですか。ノナはもうない。全部終わったということで、ノナダイヤモンズは1年のユニットですので、皆さん期間限定を楽しみましょう。ありがとうございました。早く終わろうかな、これね。1分1秒でも、あ、切りますか。切れという圧がすごいので、切ります。皆さんバイバイ、楽しかったです。ありがとう。届くの待っててね。